シリペロチャンネル、しもべちゃん募集中、とみしりです。今、レンカちゃんがマネージャーと電話をしに外に行ってるんですけど、シリペロチャンネル恒例のバック抜き打ちをしたいと思います。ここにさんバック抜き打ちも被害に遭ってるので、今日はアシスタントとして一緒にバッグを盗んでもらいます。これですよ、これいくらかちょっと恐ろしいですけど、これをじゃあちょっとこみちゃん持ってもらって気をつけてね。いやー、これはまあディオール様のブックトートですね。かわいい。かわいいね。でも結構大きくない？何入ってるんだろう。あ、重かったです。じゃあちょっと開けていきたいと思います。オープン、オープン。まずこれは帽子ですね。グッチのバケットハット。かわいい。かわいい。これも6万ぐらいがするんじゃないでしょう。あ、待って。中身少なくない？あ、本当だ。でも結構重かったんですけどね。失礼します。これはこれはすごい大きい。どこなんですか？ちょっと出しましょうか。はい、オープン。あ、めっちゃ入ってる、ね、かわいい。すごい。待って、このポーチもディオールだよ。あ、本当だ。ほら、ディオールだよ。じゃあ出していきましょう。はい。おー、シャネル。やる側は楽しくてたまらんね。いや、ほんとにちょっと、何前が近づいてくるじゃん。やめてください。なんか、違う、なんかゴソゴソしてるなと思って。ちょっと、2個入ってる。めっちゃ、ちょっと、びっくりした。体締めっちゃ静かに近づいてくるじゃん。すごい、何なんか2人でキャンキャンしてるなと思って、なんか喋ってんなと思って。あ、かわいい。じゃ、かわいいじゃないのよ。気づいたら叫んでくるかと思ったらめっちゃ静かに言われてくるから。ちょっと荷物検査あるんで。荷物検査ですか？シルペロチャンネル荷物検査あるんで。え、時計どこに入ってたの？この中に入ってた。やばい。この時計エルメスさんでしょ？すごい。え、待って待って待って、やばいやばいやばい。あやばいやばいやばい。待って待って、やばいやばい。ちょっと、あれですね、じゃあもうこんな感じでやるんですね。はい、じゃあもうとりあえず全部出そう。続けるんですね。え、待って、これさ、グッチのケースじゃない？それは、あれですね。そうなんだ。グッチのケースだよね。すごい、なんか、あ、わかった、勝手に始まるんですね。重たい原因わかりましたか？いやー、かわいい。え、これはサングラスですね。すごい勝手に始まりますね。めっちゃ勝手に出しますね。めちゃくちゃ勝手にやりますね。これでもキャップ消えたんだ。これね、全部です。え、待って、思ったよりさ、荷物少なくない？でもこれがめっちゃ重かった。これしかもキャップ消えた。あ、そうだよね、キャップ大丈夫？同じの持ってるんだけど、なんでキャップないんだろう。どっかやっちゃうんですよね、キャップ、香水の。じゃあ化粧品も開けていきますよ。はい、すごい。じゃあちょっと並べていきましょう。使用感。これ何ですか？あの、お直し用の皮脂吸収系のプレストパウダーです。欲しい。油取り紙あんまいらないっていう。あー、前回タンプレでくれたやつだ。あ、でも意外とこういうのもね。お直し用の化粧品少ないね、持ってるの。私基本的に直さないんですよ。あ、まあ思ったより荷物少ないね。確かに。あんまりないです。これディオールですよね。そうですね。かわいいね。ワセリン様とちょっと職業が垣間見えますよね。確かに確かに。あ、これね、全身使えますから。まあまあ使えますから。まあ、唇から、うん、あそこの中まで、うん、全身に使えます。まあ、ボクシングの人とかもね、顔とかそうそうそう、使えますから。何でも。じゃあちょっと値段やばそうな順番に。やばそうな順番見ていきましょうか。やっぱりちょっと私びっくりしたのが財布ですね。いや、本当にヘルメス様のヘルメス。黒子ですか？そうですね。すごい。黒子はマジ高いですよ、ヘルメス様でも。ヘルメスでも黒子なんだみたいな。でもこれ日本で買ったやつじゃないんですよ、ハワイ。あ、しかも私値段を知らないっていう。これはプレゼントですか？
なんかハワイのお土産でもらったんですよ。え、そうなんだ、すごいね。すごいね。ちなみにこれ今いくらお金入ってるのか、ここみ助手、生々しい、ここみ助手に調べていいんですか、いただいて、やっちゃいます。でも今現金よりクレジットの、いや私そうだ、電子マネーだよね。クレジットあんま使わないんですよ。あ、そうなんだ。え、何、怖い、なんで笑ったんだよ。え、だって、おお、待って待って待って、相当持ってらっしゃる。え、本当に数えていいの。いや別に、いや、まあ、ここはちょっとその抜き打ちなので、25万6000。気まず。家賃を払うのかな。いや本当それなんだけど、家賃は引き落としです。あ、そう。すごいやらしいことになってる。いや、これこそね、憧れる職業だよね。その金銭的に女優さんは憧れる職業だから、もうこういうのはいいよね、いいものを持ってるっていう、うん、すごい、なんかパパ活してる人みたいになってるけど、したことないですからね。と、エルメスさんの腕時計ですね。これはね、お金ね、よくつけてるの見る、かわいいですね。これ一生つけてるんで。じゃあちょっと化粧品いきましょうか。はい、これはチークですね。シャネルさんのチーク、チークです。かわいいね。サイズがすごいちょうどいいんで、結構チークって意外と大きいの多いから、持ち運べないよね、軽くていい。ブラシついてないとかも。うん、いいね。これは眉マスカラ。そうです、眉マスカラと、それはラメかな、あんま使ってないですけど、新品じゃない、ほぼ、ほぼ新品、ね、1回ぐらいしか使ってない。いやーすごい、それで持ち歩いてるの。リップ2つ。これはオペラですね。オペラのリップティント5番コーラルピンク、うん、そうですね。メモしたい、メモしたい。私も持ってます、同じの。モンパリのフローラルですかね、イブサンローラン、うん、これを持ち歩いたことなかったのでびっくりしました。いや、カバンが大きいから、いつも別に持ち歩かないんですけど、カバンちっちゃいと、もうこのカバンの時大きいから私別に入れます。と、どこからもらったんでしょうか。多分おそらくラブホですよね。そうですよね、おそらくラブホ、アメニティですよね。いやー、すごいね、圧巻ですね。うん、本当に圧巻、圧巻、すごい。思ったより荷物少ないんですよ。荷物少ない。でも可愛い、もう何から何まで、うん、これいい。あとちょっとここの下に隠してる。あ、ちょっと何ですかこれ。これゴム。まあ大事ですね。偉い。でもさ、ゴム持ち歩いてない子多いからさ、もう偉いよね、うん、いつ使うのかわからない。え、なんか普通さ、バッグにコンドーム入ってたら、あー、コンドームみたいな感じで盛り上がるんだけど、こっちがいや、すごすぎて、すごすぎてコンドーム薄れちゃった、うん、じゃあちょっとサングラスをつけた状態で、サングラスをつけた状態でこっちをお願いします。かわいいそれ。これね、あんまかけてないですけど、これはいつ頃買ったんですか。これでもちょっと前ですよ、1、2ヶ月ぐらい前なんで、うん、最近、最近のやつですね。はい、かわいい。告知ですか。告知をこの状態で、Twitter とインスタとフォローお願いします。あと、事務所のバンビプロモーションの後輩の南さやと2人でやってる YouTube チャンネルが、山並みチャンネルがあるので、そちらの方もよければ見てください。じゃあ、ここめちゃん、はい、手でメガネ作って、一応お願いします。Twitter とインスタフォローお願いします。めっちゃ適当適当になってるね。じゃあチャンネル高評価コメントお待ちしております。じゃあ、ありがとう。